親方様はなぜ徳川殿と戦おうとしていた。真田の大将、準備はいいか。いざ行かん。皆そこから這い上がらねばならぬ。親方様、この雪村をお守りくだされ。そしてどうか親方様のご意志を貫き通す力を。この戦を乗り越えれば皆そこの夢も見なくなるはずだ。自分に帰れか。徳川殿、親方様の意志を継ぎ、真田幸村剣山来たか。真田、虎の若き弟子よ。家康第一の絆を見よ。忠勝もやる気になっているようだな。ここまで来るのに長い時を経た。己の力で進むとはなんと険しいのであろうか。俺が見たくて徳川軍にいるのも嘘じゃない。負けるか、勝機。負けは気にするな。生きて帰ってくればいい。一歩向こうに傾いたなら引き戻すだけだ。めぐれ炎玉、螺旋のごとく。早めに逃げた方が賢明だと忠告しておくぞ。任せろ。お前の働きを無意にはしない。おっと、もう見つかったのか。じゃあ勇気を出して飛び込むしかないな。ちょっ、せや。ありがとう。急所を先んじられたか。見事な作業だ。聞かせな、今この場に立つ意味を。あの日、貴殿を先へと通した未熟、それを超え前へと進まんがため。のろしだ、のろしを上げろ。熱血を。人気はこれほどに取りやすいものに飾ったか。
俺を壊そうとは。あんたも目が消えてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。でなけりゃ薬科の別荘は OK？ ようやくまともな泣きを入れてきた。あとわずか。マサムネ様、今しばらくお待ちを。マサムネ殿、そなたもまた。一時はこの右目えぐり取ってやろうとも考えたが、これは俺の目ではねえ。ならばこの小十郎、あの日の誓いをてめえの右目に刻み込むのみ。バカを言うな。負けから学ばれるやつはただの愚か者だ。日を燃え火星の道を照らしてみせろ。貴殿が掴んだもの、願わくばお聞きしたい。あやおく、あんたに話す気はなくてね。貴殿の右目に今の我が身はどう映る。あんたはとことん許しがいらないようだな。示してみせろ。立ちふさがるあんたは何者だ。ここまでか。あんたとの決着の場はまだ先のようだな。行くぞ。皆そこから熱き魂をすくい上げてみせようぞ。徳川殿、この雪村はまだわからない。そなたとそれがし、なぜこうも違うのか。確かにな。なぜならお前はまだお前じゃない。どういう。お前はなぜわしと戦う。それは親方様の意志を継ぎ。サラダ、信玄公はな、誰かが己の魂を継ぐことを望んでいたぞ。そしてそいつの手本となろうと。己の魂。お前は信玄公の行動ばかりを真似した。だがお前は信玄公じゃない。あるんだろう、その胸に。その魂は何がしたいと言っている。真田幸村、今こそ自分に帰れ。幸村よ、自分に帰れ。自分に帰れ。自分に帰れ。それがしはすでに親方様より魂を受け継いで。では決まりだな。わしは負けんぞ。民の平和がかかっているからな。ならばこの雪村、誰の意志でもなく己の意志で戦おう。わかる、この魂が耳元でささやく。貴殿と心ゆくまで戦いたいと。答えを抱いたお前こそが守り。信玄公は偉大だな。多くの者に魂、絆をついているんだ。それがしに、貴殿に、甲斐全ての民に、このような形でその大きさを知ろうとは。わしはさらにその先を行きたいと願い、そして目指した。貴殿は気づいておられたんだな、親方様の魂に。貴殿とそれがしの差、今こそはっきりと分かり申した。
ロープも力もいらない。わしは人でありたい。誰よりも見続けてきた英雄たちの背中。信長公、秀吉殿、あなた方のその先へ。知ってなくていい。情けがないよりずっといい。強いな、信玄公の魂は。なあ、真田、わしに協力してくれないか。お前のような者がいればきっと心強いに違いない。それがしは受け継がれた魂を知った。たとえこの雪村が死んだとしても、我が心を託した者がいる限りこの思いは生き続ける。それが武田の魂、そしてそれがしはこの魂を守りたい。日の本半分をいただこうとも、この雪村の意志は変わらぬ。これぞ雨地に轟き渡る我が炎の断りなり。そうだな、それが虎の目だ。もう一度戦いそうだな。その時にまたその目を見せてくれ。